はい、皆さんこんにちは、一輝です。ゼルダの伝説風のタクト HD 実況プレイパート34始めていきます。とりあえず飛ぶ。今2階にいるからあそこに行きたいんだよな、多分。とりあえずここ一回ここで待機。まだ2階だろ。で、風が止むの待って、その前にあるかもしれないから。なかったね。ちょっとここ行く。あおうおう、この野郎、マホルクの行って、よし、開いた。お、開いた開いた。上は？なんかあんな。あ、意味がない。よし。おーし。これだ。これが重要だったのか。てかこれ、そう、風に飛ばされた時に2階があったのは知ってたんですけど、ここでしかフロアがないんだよ。下見ても。なんかあるなと思ったら、鍵だったっていうね。奇跡だよ、これ。よし。魔力よこせ。まあ、弓矢でもいいけど。で、左上に行きたいな。よし、魔力回復。そろそろ風が出るよね。だ、風が止むの待って。今。戻れ。よし、これで戻れるな。これに戻して、よし、おお、ちょっと、ほらー、風が。ここだ。よし。一輝様、私の早すきには一輝様が持っているフックショットが多分刺さると思います。試してみてください。そう。
そうなんだけど、あんな、こんな野郎、熱い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 、鳥出せ、コウモリしか出さねえのかおめえ。燃えてろこれ。落ちちゃった。ちょっと早く登れ。一瞬焦った。草かってもダメだった。あいつらは、ほら、どうすっかな。当たんねえ。くそ、当たらん。いや、ちょっとマコレ飛ばす。行ってこーい。よいしょと、ほい、育てー、もういっちょう。よいしょ、くんな。あれ、よっ、ちょっと、あの野郎、
ましょう。よいしょと。ラスト。うわあ。育て。そして逃げよう。で戻って、違う、ちょっと安全だ。よし、オッケー。カバー。大丈夫か。よし。よいしょと。これを。で、よし、これで開いた。マップ。あとは、あの一番右か。ちょっと行ってこよう。これだ。ここだ、ここ。ちょっとやめろ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 。おい、ふざけんな。回復。魔力回復しときたい。やろ、よし。おい、あ、ちょっと画面、よし、鍵だな。ちょっと登れなくて、ああ登れるわ。お、あ、そういう仕掛けか。あった、あれだ。はない。この先行ってなかったっけ？あ、そういうことか。これで。
ちょっと。あ、マコレ必要だった。で、一番下行く前にここに行きたいよ。爆弾食わせる、勝手に落ちろ。よし、飛ばされた。よいしょ、ほい、到着。いたのかよ。向こうだな。なるべくこの位置で。あ、風、よし。回復、魔力そこそこ回復で、アイテム取って、ほらいてフックショットに変えて、で宝箱はあとこれだけか。マコレ持って、よいしょ、よいしょ、よし、よっ、タクトー、よし。何回聴いてもいい曲だ。ぶっ壊れろー。よし、よっ、
マジかボス。後ろ取ればもう中、はい、終わりだ。よし、あとはもう、いってぇ、黒いの強い。よし、ほら、よし、シャキーン、ドゥルルドゥルルル、よし、宝箱を確保。テレレレレテ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 レレテ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 レレレボス部屋の鍵。あれここだっけ。え、ここの宝箱ボス部屋じゃねえの。まあいいや、ボス部屋取ったから進もう。よし、まああとは降りるだけなんで、ゴーンゴーン、違う、一回捕まっちゃった。で、なんでそこに戻されるかだよな。マコレのところまで遠いんだよ。開けて、敵いっぱいいた。スカルホスこれで終わりだ。さまら、
とどこだ。これあれだ。これで、久しぶり。これで宝箱おしまいかな。テレレレ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 宝のマップ。よし。で、開かないんですけど。あ、やっぱこれ謎解きだよな。破門じゃない。違う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 。あそこだな。よっ。よっ。よいしょ。あれ、届かなかった。戻って。よし。よし、閉めた。まあこれさーん。よし。よっしょっと。よっ。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。チャンネル登録、いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。